はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。ボトルチェンジライダーシリーズ08仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングファームです。はい、前回の第7弾までベストマッチ系がずっと続いてましたから若干マンネリ化してましたがここに来てやっとパワーアップフォームの BCR が来ましたね。外箱の形状はいつもと変わらず遊び方も 特に変化なしなんですがスパークリングですからかなり派手めなボディ造形になっててこれは着せ替えも楽しそうだしラビットタンクスパークリングといえば様々なベストマッチフォームの武器も使えますからそういう遊び方もはかどりそうですよねではレビューしていきます まずはスパークリングを開ける前に先に発売した第1弾のラビットタンクの見た目はこうで、これも非常によくできておりましたが、仮面ライダークローズが発売する前にまさかのクローズチャージが登場するっていう。ということはもうこのシリーズでクローズ発売しないんですよね。うわいいね色めっちゃ多いし、テレビ通りの 派手な造形のハーフボディがこのように入っててタンク側のスパークリングとラビット側のスパークリング武器の付属はありませんからこれまで発売したものと組み合わせるような形ですねなのでいつも通りではありますがこちら側をベースに上からカチッとパーツをはめればおーすげーラビットタンクスパークリングが完成しましたこのようなパワーアップフォームでも今まで通りのワンタッチ脱着の 遊び方がでできるっってめっちゃすすごいですよねあと本体カラーの色分けもかなり気合い入ってるではラビットタンクスパークリングフォームを細かく見ましょう全体をぐるっと見回すとこうで見た目的にはラビットタンクフォームの正当進化って感じですが改めてこ こを見てからすぐこっちを見ると、正当進化とはいえ追加されてるパーツも多くて、色も白色が入ってますし、足首部分のアンクレットみたいなところまで細かく色々変わってるんですね。というか、こうやって見ると、実はアンダースーツのブラック以外は共有してるパーツがないのかな そうですよね。ほとんど変わってますもんね。はい。上半身を近づいてみるとこうで、顔周りもラビットが目をつぶってますし、タンク側からもミサイルが発射してて、赤青の真ん中に白ラインが入って、襟形状なんかも激しめ。ここのウサギの耳部分とかも変わってて、タンクの方針も変わってますね。で、肩アーマーも超出っ張って、 でて腕周りも超尖ってて胸の部分も色だけじゃなくてこういう細かいところのアーマー柄なんかも変わってますね。これ分割するとあでも分割ラインはこれまで通りなんだ。ここに白い柄が合体するとほーでベルト部分はこれまではフルボトルが入ってましたがラビットタンクスパークリングがはまっててメタリックシルバー。 で、下半身もいろんな角度から見るとこうで、これも今まではくるっと巻きついたような造形でしたが、それがギザギザになってますね。こういうところまで全部違うから、 全く同じところって実はないんだ。それくらい差がありますね。これまで通りの稼働と変わりませんから、首固定、腰固定ですが、腕ごと回転して、水平、あ、これめっちゃ水平動きますね。これだったらライダーキックポーズも問題なさそう。BCR って意外とこの水平が弱かったりしますもんね。例えばこれとかだともうここしか動きませんから。で、ここからさらにロールが入って、 手、肘、手首、指の分割角を下半身はいつも通りぐりぐり動きますね。とりあえずライダーキックポーズができそうなだけでもかなりいいと思います。では、基本フォームのラビットタンクフォームから。はい 仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングフォームに変身完了こうやって基本フォームからパッと変わると造形の違いがわかりやすいですしパワーアップフォームらしくやっぱ見た目超派手ですね。 変身直後のポーズから全体をぐるっと見回すとこうで、肩アーマーの位置とかも微妙に調整できますから、この辺も思い通りの角度をつけられるのはいいですね。改めて見るとこの尖ってる感じはディープスペクターをちょっと思い出すかな。さらに上半身を近づいてみると、こんな感じになっております。今回は後ろから見ても色入ってますからいいですね。 相変わらず首と腰可動がありませんが、うまいこと動かせば格闘ポーズも取れますので、パンチだったりとか、片足立ちとかも問題なくこれまで通り動かして立たせることができますね。この状態で後ろから見ても、なかなかシルエットが綺麗なのがわかると思います。あとは普通にスラッと立たせても、 それなりにかっこよく決まりますが、やっぱり首可動があるともうちょっとバシッとね、いいビジュアルになるんですけどね。そして基本フォームのラビットタンクと、 並べるとこんな感じで、スパークリングを見た時は正当進化だなって思いましたが、いざこうやってじっくり見比べるとかなり違ってますよね。本当に色が変わってたら、全くラビットタンクっぽさはなかったかも。全体の比較はこうで、後ろ姿とかはこんな感じになってて、いやでもいいなスパークリング。ざっくり言えば尖ってるだけなんですけどね。 さらに上半身の比較はこんな感じ。ラビタンのシンプルな顔周りもありですけど、ちゃんとアーマー造形の変化に合わせて複眼も大きく変わっているのがいいですし、これまたマスカーワールドとかが発売したらすごいかっこよさそう。そして今回のフィギュアは腕が水平に動くということは、ポーズを調節すれば、Ready? はい、あの特徴的なライダーキックポーズのスパークリングフィニッシュを再現することができますね。上半身の可動が一部制限されてるとはいえ、今回のライダーキックポーズはなかなかかっこよく決まりましたね。毎回微妙にライダーキックポーズが決めづらかったんですけど、いい感じ、いい感じ。この両手を大きく水平に広げた状態でのキックポーズ決まってると思います。 あとはいろんな武器を扱えるっていう設定を活かせば、ドリルクラッシャーを持っての構えポーズだったり、ホークガトリンガーを持っての射撃ポーズに、4コマ忍ポートを武装しての逆手持ち状態の攻撃ポーズだったり、最新話でもやってた海賊発射の武装状態攻撃ポーズ。このようにいろんな武器と組み合わせて遊びまくることができます。 要はこのような感じで左手に4コマ人砲トで右手に海賊発射みたいなこういう戦い方も OK ってことですよね。ではいつも通りこの簡単ギミックを使って俺ビルドをさせていきましょう。まずはラビットタンクフォームを使えばどうなるんだろう半分ずつパワーアップしてる感じ はい、ちょっと面白い見た目ですが、ラビットタンクハーフスパークリングみたいな、そういうフォームが出来上がりましたね。むしろ、マイティブラザーズダブルエイクスみたいな、そんな雰囲気もありますが、色合い的には変わってませんけど、半分だけパワーアップしてる感がありますね。でも、これはこれでかっこいいよね。個人的にはこのラビットが出っ張ってる方がちょっとパワーアップ感あるかな。 でも、襟側のパーツがあるのはこっちだけだから、その辺でちょっと差別化がされてる感じですかね。はい、さらにゴリラスパークリングとダイヤモンドスパークリング。ゴリラスパークリングいいんじゃない青と茶色。割とあっ るしこの5つ目のもともとのゴリラの造形が出っ張ってるスパークリングのタンク側と相性がいいかもまあこっちのね思い切った左右非対称っぷりもいいですが個人的にはゴリラとの組み合わせが好きかなスパークリングやっぱ着せ替え楽しいぞさらに忍者スパークリングとコミックスパークリングこっ 足もいいね。というかやっぱブルー系がいいのかな。そしてもともと忍者ハーフボディといえば足部分まで唯一特殊造形になってますから、それもあって、このバラバラな感じがいいな。でもコミックスパークリングも悪くないですよね。はい、ぐるっと見回すとこうで、この出っ張ってる造形からのマフラーみたいな見た目が個人的には好きです。一応上半身を近づいてみると、こんな感じ。 はい、さらにタカスパークリングとガトリングスパークリング。これはちょっと微妙かな。そして後ろ側にも穴が開いてませんから、この状態で羽パーツをつけるのは無理な感じで、ラビットガトリングとかってもともとあったっけなんでこれはほとんど違和感ありませんね。はい、ぐるっと見回すとこうで、ガトリングのメカっぽさとスパークリングの弾けてる感じがかなりよくまとまってると思います。 はい、さらに、ライオンスパークリングと掃除機スパークリング。これどっちもかっこいいなこの色合わせプラス、両肩の出っ張り具合とか、ライオンがもともと出っ張ってて腕回りもごついですから、タンクのスパークリングハーフボディと合ってますし、いや、こっち、 ちいいかなもともとのスパークリングのアーマー造形のごつさもあって、割といい感じにまとまるフォームが多いので、ほんと着せ替えこれ楽しいぞ。今のところライオンスパークリング僕好きかなこれいいよね。ちょうどいいバランスのごつさだよね。でもこっちも悪くない。 おぉ次々といいフォーム来るハリネズミスパークリングと消防車スパークリングで、こっちは赤赤で色がマッチしてますから、なんかこういうフォーム普通にありそう。どちらかというとフォーゼのファイアーステイツとかそういうイメージに近くって、で、ハリネズミはスパークリングの元々の白配色とめちゃマッチしてて、これもどちらも普通にベストマッチでありそうな見た目。えー、いいなぁ。かっこいいなーちょっとこうモビルスーツ感。 あるけどね、いろんな角度から見るとこうでハリネズミのこの色の流れの自然なことさらに近づいてみるとこうですねスパークリングの着せ替えまとまりいいなぁ はい。そして最後は海賊スパークリングと電車スパークリング。海賊スパークリングは真っ青すぎかな、ちょっと。色合わせ的には悪くないはずなんですけど、ほとんど船体のブルーみたいな全身の青っぷりで、右肩のここのアーマーの白と、ま、あでもマッチしてるといえばマッチしてますよね。そして相変わらず電車は、これ微妙かな。はい。近づいてみると、こんな感じ。けっ 結局、個人的には、ラビットスパークリング側は、僕はこの掃除機との組み合わせがかなり気に入って、ハリネズミとの組み合わせか、 ライオンかなこっちの方がでもベストマッチっぽさ出ていいかなまあ、でも真っ青とか真っ赤とかいろんなフォームが最近ね、b c r が増えたおかげで揃ってきてますから、これなんか戦隊っぽい感じに完成するんじゃない青青でしょこれで。で、さらに赤赤でしょこれとこれで。そしてコミックとライオンで、 黄色枠で、忍者とガトリングで、ブラック枠で、追加戦士っぽいかなブラック枠で、あと一人グリーン。掃除機と組み合わせられればいいんですけど、ボディの形状的に無理ですから、こういう感じかな。はい、まずは三人並べるとこうで、ゴーバスターズか <laughs> 完全に戦隊ものじゃんいいねこういうこともできるんだ言うなれば、なんだろう、天才戦隊ビルドじゃ。 ちょっと違うな <laughs>。なんだろ。<laughs> で、最初は3人戦隊から始まって、途中からグリーンが加入して敵だったブラックと仲間になって、はい、天才戦隊の5人状態が完成しました。今までこういう組み合わせ並びはやってきませんでしたが、これまで集めてきた BCR を駆使すればこういう遊び方もできますね。完全戦隊もの。 はい、ということで「ボトルチェンジライダー」シリーズ08「仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングフォーム」を紹介しました本編ではいろんなキャラが登場してますし総動でも「ブラッド・スターク」が出たりとか「ナイト・ローグ」が発売したりとかそういうラインナップがある反面「b g r シリーズは仮面ライダービルドのみの発売で若干ここ最近はちょっと飽きてきたなーってところがありましたがここに来てパワーアップフォーム状態が来ましたから遊び方自体は変わってませんでしたけどやっぱ着せ替え遊び超楽しかったですね で、結局、この感じだと、仮面ライダークローズは発売しないっぽいですし、多分この流れだと、クローズチャージとかグリスは出るとは思いますが、スーツ造形的にビルドみたいに分割しなさそうなので、どういうギミックを搭載してボトルチェンジっていうんですかね。以上、ボトルチェンジライダーシリーズ08、仮面ライダービルド、ラビットタンクスパークリングフォームの紹介でした。